はいみなさんこんにちはこんばんはマイメロ GB417 のことはあちゃんです今回はデザインフェスタでの購入品をご紹介していきたいと思いますとちょうどねと東京から北海道に帰る日の27日に行ってきてえっ、ー、とすごいあのー、大変な日だったんですけど急遽これを行くために予定を変更してすごく 頑張っていろんななんかねあちこちな場所に変わって横浜に泊まってたんですけど横浜からとそっちのお台場の方にいてお台場の方でこのデザインフェスタを行ってその後にえっ、ー、とー空港に行って空港から帰るという感じのスケジュールだったんですけど。 とまあ空港を着いてからも結構時間はあったんですけどでもね意外とその帰る日にこう出かけるということで <laughs> 頑張って行ってきましたでと27日にちょうど帰る予定だったので27日の初日に行ってきましたねはいでは紹介しますまずこちらを首から下げてましたいろいろなブースがあったんですけどお目当てはマステだったので。 今回はこちらのマステを買ってきました読み方がわからなくて恥ずかしいんですけど ちょっとわからないんですよねあんまり詳しくなくてでもすごく大好きなマステを売っててすごく嬉しかったですね大好きなレトロアニマルのマステを買ってきましたまずは OPP からご紹介しますこちらの OPP テープの新作のレトロアニマルバスチケット柄になりますフラワーのデザインのものもあったんですけどレトロアニマルを目当てで買ったのでこちらを2つ買いました1つ800円になります次はマステになります 新作のフラワーチケットになります詳しく見たい方はこの上のインスタグラムの方をチェックしてみてみてくださいはい私は今もちょっと開けれないんですけどそれからこちらですこちらの缶バッジっぽいデザインのものですこちらも2つ買いましたそれからこちらのバスチケット柄のマステになります OPP と同じ感じのデザインですねそれからまあまあ新しめのこちらの デザインのものもになりますこちらは横と縦を購入しました1つずつはあのメルカリでちょっとね定価よりは高いんですけど前に買ったことがあって持っているので1つずつにしましたでこちらのトランプのものは高値で買ってなかったので良かったなって思うんですけど定価で無事買いましたね太いものこれとこれとこの太いものは800円になります それから新作のこちらのフラワーフラワーじゃないローズのフワリになりますこの甘い感じのデザインですね濃いデザインもあったんですけど薄いタッチの方が好きなので薄いのを買いましたそれからこちらは前から出ていたレトロガールのデザインのものですレトロガールなのかよくわからなきゃレトロガールっぽいやつですねで、えっと、こちらを えと10個以上マステを買ったのでこちらをおまけでいただきましたすごくかわいいシャーベットの柄になってますすごくかわいくて嬉しかったですで缶バッジもあるんですけれどもえっ、ー、とあれあれちょっと待って見つからない嘘でしょえちょっと待って待って緊急事態が発生しましたちょっと待ってよ えー、ちょっと缶バッジがないですさっき転んだ時に階段に落としてきたかなあのこのも買ったものを下にあったので上に持ってきたんですよすごいいっぱいの荷物を持ってその時に思いっきり階段でこけてその時に多分階段に今あるかもしれないんですけどそりに行けないのでちょっと待ってくださいね多分ない。 あれ階段にあるのかな思いっきり手に手で支えたから大丈夫だったんですけどここ赤いんですけど思いっきり転んで多分その時に缶バッて落としちゃったのかなでもおまけいただきましたインスタの方でね階段にあったらそれを拾って写真撮りたいと思います本当に紹介できなくてすいませんはいで次はメモ帳です こちらの3種類を購入しましまた。ネット販売で前にこれとか販売してたと思うんですけれども私はネットで買えないのでこちら購入しましたメルカリとかでは利用できるんですけどネット本当に分かんなくて何も買えないので実際に行って買うかメルカリで買うかのどっちかなのでで次こちらですシールになります1袋300円ですねバスチケット ゲットこちらのデザインすべてこんな感じですごく可愛いです揺れちゃうすいませんカメラの固定が悪いですねそれからこちらですこちらレトロアニマルはこんな感じのデザインですそれからこちらですワンピースもすごい可愛いですよね はいこちらはシールは全部でと八個購入しましたはいそれからフルーツタルトさんのマステを買いましたすごく大好きなフルーツタルトさん のマステででもそれもメルカリで高く買った以来定価では買ったことなくて定価を知らなかったんですけどこれも定価知らなくて定価聞いた瞬間びっくりしましたねメルカリで高く買っていったので定価を聞いて安っって思っちゃいましたでこちらフルーツタルトさんのマステは800円になります確か <laughs> あやふやなんですけど こんな感じの名刺入れていたただきましたありがとうございますっていうものもいただきましたフルーツタルトさんには初めて会ったんですけどすごい可愛らしい方でもうねすごいあのー、なんかすごい大好きなんですよフルーツタルトさんのマステのデザインとかすごく好きででも実際に会ってなんか全然なんかフルーツタルトさんのデザイン好きなんですとか言えなくて。 なんかあんまりなんか好きっていうふうに言えなかったのがあれなんですけどもうちょっとなんかデザインが好きなんですみたいなこと言えばよかったかなって思うんですけど意外と実際に行ってみるとなかなかしゃべれないもんですねはいでこちら購入しましたねすごい可愛いギンガムチェックのデザインにデザインされてるのがすごく素敵ですはいで次はこちらですこれは こちらの方ですこれは多分台湾だと思いますはいこちらすごい可愛いデザインのものを売られている方でこんな感じですこれ紙いただきましたで、ラッピングがすごく可愛くてこちらの袋に入れていただきました で、こちらのマステを買いましたこれもメルカリで売られていたのを見たことあったんですけれども高くて買えていなかったのでこちら今回購入しましたこちらは800円になりますとすごくねこの作家さんがデザインフェスタに来てると思ってなくてたまたま歩いたらいていてーっていうか売っててわーって思って超びっくりしました本当にびっくりでまさか来てると思ってなかったのでえー って思って記念に一つ買いましたこのパフェのデザインですいろいろなデザインがあったんですけどパフェの柄が好きだったのでこの柄を買いましたそんなに日本語とかっていう感じではなくてどちらかというと台湾語なのかなって感じでお話しされていたのでなんか日本語通じるかなって思ったんですけど となんとかね無事買えましたねお釣りも無事もらうことができてあの海外の作家さんたくさんいてなんか結構ね計算というか会話に苦戦してる方もたくさんいてなんかすごい困ってる方もいて大丈夫かなって思ったんですけどまあなんとか「天気」って言って帰ってきました。次は 作家さんの名前っていうかわからないんですけどこちらのメモ帳ですこれは、えっと、マステも欲しかったんですけど本日の分はもうないですって言われて28日の分しかないって言われたのでこちらメモ帳だけですねとても残念ですがしょうがないですはいこちらですはいというわけで今回はデザインフェスタで購入した購入品をご紹介しましたご視聴していただきありがとうございましたインスタの方でも載せようかなと思うので よければそちらもご覧になってください。缶バッジご紹介できなくて申し訳ないんですがこちらのシャーベットの柄のマス,マステのものと同じデザインの缶バッジをいただきました。ありがとうございます。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。